はい、今日はね、なんかいつにない感じの絵になっとると思うんやけど、まあ、今回は一応ね、テーマはファミリーフィッシングということで、今発売中のこのクロスフィールド、この一本のタックルを使って魚をどれだけ釣れるかっていうテーマでやっていきたいと思います。でね、今回、まあ、いつも僕単体なんやけど、まあ、今回はちょっと親子ということで僕の友達を連れてきました。親子でまず、まあ、自己紹介から。はい、おな名前を。はい、父の匠です。よろしくお願いします。で、娘のミリアです。ミリアいくつやった？8。8、小学校4年生。3年生。まあ、このね、僕にこう似合わんようなメンツで今日は一日ね、まあ、期間ちょっと決まってるんで、頑張ってみたいと思います。ただね、ちょっと雨降ったりもしてるんですけど、まあ、ちょっと合間合間にね、まあ、狙える魚を狙ってやってみたいと思いますんで、今日一日よろしくお願いします。今日はもうこれでね、一本で全然遊んでもらったらいいと思うんで、はい、いっぱい釣ってな。教えてあるから、おいちゃんが、おいちゃんが教えてあるからいっぱい釣って。じゃあ頑張ろうね。よし、はい、じゃあ今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。おじさん来ちゃった。おじさん釣れちゃった。最初はね、子供にね、俺釣らせる予定やってんけどね。俺なんでやっぱちゃんと釣るって。違うやん、今度違うじゃん。魚種釣れた。やったやん、うん、うわ、これがライトロックっちゅうやつや。違う、大人連中釣っても一緒やろ。来た。うん、いいじゃん、いいじゃん。上上げろ、うい、上上げろ。やった、キスや。ほら、イエーイ。これがお手軽フィッシングやね。子供でも楽しめる。やっぱ釣ってもらわんとね、楽しくないから。よかった。やっほー、俺だよ。で、今回のテーマはファミリーフィッシングということで、まあ、とりあえず釣り具屋さん、地元の釣り具屋さん寄って、まあ仕掛けを買って、でそれから現場へ向かいたいと思います。ということで店内へ行きましょう。店の家主ね、大ちゃん。おはようございます。ってことで大ちゃん、何釣れとるの今？ねえ、天気が天気やけど、うん、まあキスとか、うん、あ、まあ、ちっちゃい、うん、あと、まあ、青も、うん、5月を、うんうんうん、そんな感じかな。あ、ね、うん、でも、まあ、とりあえず、うん、今日、まあ、ちょっとファミリーフィッシングやからさ、うん、お姉ちゃんキスでいいんじゃん、ね、うん、だからちょっとここでいろいろ買っていこうかな、うん、ありがとうございます、はい、ということです。はい、では買い物したいと思います。ここら辺、うん、7号ぐらいでいいんちゃう。7号、うん、ということはこれと7号があったらいいってことやね。そうやね、3号短いんだったら仕掛けも短い方が。あ、こういうのね。そう、なるほど、うん、じゃここら辺買っていくわ。あとね、肝心なね、一応餌ね、うん、それね、うん、はい、はい、じゃあ一応これだけ買っていこうかな。はい、ありがとう。これね、餌と針と、まあ、針はこんだけあれば十分かな。じゃあ釣り場へレッツゴーゴーゴー。もう回っとる。キス釣りからやろうか。キス釣り、キス今釣れてるで。キス釣りから頑張ろう。釣ってな。うん、オッケー、いいよいいよいいよ。そう、もうちょっとミリア巻こうか。もうちょっとこれ巻いて、オッケー、いいよ。さすがお父さんから教えてもらっとるな。できるな。1、2の3、いいね。どこいった？オッケー、ゆっくり巻いてみ。ブルブル来たら来たって言ってな。ブルブル来た、うん、めっちゃ真剣やん。ブルブル、ブルブルした？まだ来てない？今しある。今しある？うん、ブルブル、うん、ブルブルした。ちょっとゆっくり巻こう。どう？ブルブル来てる。ブルブルしてる？うん。おお、お父さん、お父さん、子供よりお父さんの方が真剣かおい。俺釣りできるのか？
もうおじさんも投げちゃったよ。あ、ブルブルしたんちゃう今。うん。おじさん来ちゃった。おじさん来ちゃった。おじさん釣れちゃった。イエーイ。はい、ということでね、いつものね、こう KY フィッシャーマンっていうもう有名やからね。僕はね、ちなみにワームコガルプね。ガルプでもう一本針仕掛け。で、ロッドはもうこれね、クロスフィード、6フィート。とりあえずは釣れました。ね、こっち最初ね、子供にね、俺釣らせる予定やったんやけどね、やっぱり、ね、そこをね、やっぱ俺なんでね、やっぱちゃんと釣るってね。ただね、あの魚はいけるからね、あの今から多分釣ってくれると思うんで、後ろは大丈夫、もう次に期待したいと思います。はい。いやおもろい。ガルプでキス。今回一応このガルプワームね、ワームタイプと一応この名前さ、まあ、イソメと両方持ってきて、まあ、ファミリーこうね、やっぱ釣れんかったらやっぱ面白くないからね、一応今日はこの2つを持ってきました。まあ、これでちょっと今からキスゲーム楽しみたいと思います。しげちゃんは、しげちゃんうん、で、これでこうしといて後ろを見て大丈夫確認して 1、2、3、おっしゃ、で、そうそうそう、下まで落としてこっちにまで落ちた、こうやってなったらそう、ゆっくりさっきのどんなやった？ん？さっきのどんな当たりやった？ドンってきた。なんかね、急にね、ビクビクになってね、でね、重たなった。そうね。うん。まかんとまかんと。よし、止めて。ほら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 、来た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 ぞ。よし、負け。来るか？来た来たぞ。なに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 、なんだ今度は、なんだ、なに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 、何が来た、エソジマくんやん、釣れたね、ミリア、これなんだ、エソジマくんやな、エソジマくん、当たりわかった、うん、ブルブルした、した、ブルブルした、した、ブルブルして来たら楽しいやろ、うん、ね、やっぱこうやってね、6フィートのロッテったらやっぱ使えるからね、それがやっぱいいところよね、餌でもルアーでも、要はね、楽しんでもらうっていうのがね、やっぱり一番の魅力で、やっぱこういうワンタックルでね、何でもできるっていうのが一番いいとこかなと思う。じゃあ次も頑張ろう。 OK、 そっからあっちに投げるね、うん、行くね、うん、1、2、3、 OK、 いいよ、でずーっと落として OK、 じゃあゆっくり巻こう、ゆっくり巻いて、ゆっくり巻いて、すごいの出てきたよ、ほら、うわー、来た、うん、いいじゃんいいじゃん、上上げろ、上上げろ、やった、キスや、ほら、イエーイ、オッケー、ミリア、よかったな、これ何かしてる魚、うん、これキスやで、これ天ぷらにしたら美味しいやつ、よかったね、うん、だけど今晩のおかず夜食べるのにもうちょっと足らんから、もうちょっといっぱい釣ろうか、うん、ねえ頑張ろう、うん、イエーイ、よかったよかった、これがお手軽フィッシングやね、子供でも楽しめる、やっぱ釣ってもらわんとね、楽しくないから、よかった、やっと釣れた、やっと、ほんまやね、はい、釣れました、釣れました、特大なエソジマくんです、めっちゃでかいで、もいやー、でかすぎやろこれ、はい、ということでね、次ちょっとこれハゼ釣りね、ハゼ釣りをやってみたいと思います、ということで場所変わってきました、で早速やりたいと思います、これね、まずね、ハゼをね探すんやね、あ、見て、そこにおる、こっち来み、オッケーオッケー、そこでこう落としみ、そこにおるの見える、これやろ、あれ見やってよ、ほらほら、寄ってきた寄ってきた寄ってきた、ほらほら見える、パクパクしたの、ほら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 、食ったんじゃない、パクパクして、あー、釣れた、惜しい、こう落とす、食べてた、食べやったやろ、起きた、ほらほらほら、カ
バリでかな、あの図がり。ほら、釣れたんじゃない？あー、釣れた！もう一回、もう一回。ここにおるんだよ。おー、国来た。ほら。ほら、見える？こう、うん、今これ、ハゼ食いやんの。見えた？見えた。見えた？うん、ちょっとちっちゃいな、もうちょっと大きいの探しに行こう。よし、行こう。ここにおった。ほらほら、見えた？見えなかった。ここここおった。あ、まだあと1匹おる。あ、ミリア食ったんじゃない？あいつだ、ミリア。ゴー出たー。これなんでしょう、こう見て。うなぎでした。いや、なんかね、今穴の隙間あってね、あのハゼおるんかなと思って落としたらうなぎが出てきたっていうね。ちっちゃいのそこにある。どこ？そこ。どこ？間のところ。あ、本当やね。そう、やってみ。削り削り。あ、くたくたくた。食いついたぞ。じゃあもうちょこっち来てみる。こっちの方がいいんじゃない？あ、入ってた入ってた入ってた。待て待て待て。あ、出てきた。お、カニ怒ってきた。出てきた、ほら。めちゃめちゃ。うわ、でっかいでっかいカニだ。カニばっかり出てきたわ。それ、前におる、前。前におった。おったよ。ほら、カニ出てきた、カニ。カニ釣れるんじゃない？もうちょっとこっちゃな。カニ釣れるんじゃないって。カニ？釣れんやろ。よくわからんで、やってみる？食った？どう、ミリア。ちょっと、竿を上げてみて。重たい。お、ゆっくり開けてみて、ミリアちゃん。お、ミリア、なんかついとる。なんかついとる。ミリア、なんかついとる。そのまま上げるんだ、もっと。もっと上げていいよ。もっと上げろ。もっといけ。なんかちょっと怖い。うん？いいよ、いいよ、いけ。あー、切れた。切れちゃった。けど、出てきた。出てきたね、ほら。うん、でかい？ほら。おっきいの、おるやん。おっきい。あ、行ったか？わかんない、見えんか。いや、食いついたんじゃない？ちょっと上げてみる。ほら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 、やったぜやったぜやったぜ。釣れた釣れた。やったぜ。いいやんいいやん、釣れたやん。釣れた釣れた。上等や。魚釣りっていうのはね、何でも釣って楽しいのが一番よ。けど、もうちょっと大きいの釣りたいな。うん、ちょっとよく出てきたな、お前慣れてきたな。で、どこ？この辺？違う。どっち？ここ。ここ？ここにおるの？うん？あれはね、そうよ。本当や、おった。どうだ？食いついた？来た。来ました。姉ちゃん来たよ。釣れた。釣れた？うん。でもミリアどうやって釣ったん？今。魚見えとったん？ハゼ。うん。でそこへその針を落としたん？うん。じゃあ食らいついたん？うん。すごいじゃん。もう次の魚探しとるで。すごいな。じゃあもうどん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 釣ろ。多分これ。多分それ？うん。うん、もう楽しむことが一番よ。多分、多分これってどこ？ここにおるの。ほら、おった。おった？うん。食べた？食いついた。食いついたから。まだ、まだあとちょっと。あとちょっと？うわ、すごい、すごいじゃん。やったじゃん。どう、楽しい？うん。ちょっと触ってみる？嫌だ。嫌だ。こっちにもおる。おる？いいよいいよ、もう行け。どう？ほら。うまい！うまいな、おい、上手やな。ちょっと触ってみる？嫌だ。嫌だ。そう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 、このね、まあ、釣りに夢中になるっていうことはええんやけど、水の事故多いからね、こうやって子供用のゲームベストも出とるから、これライフジャケット、ちょっと安心してできるようにね、やっぱこういう子供でもやっぱライジャケ、子供専用っていうのがあるんで、やっぱこう釣りするときはね、こう大人も一緒やけど、こっちの子供もね、これやっぱ大事、これが一番大事。おった。もう真剣。もう真剣。俺の状況説明ええ感じやってんけどな。またここから。だってここにおるやん。怒られるね、お前。怒られるね。奥におるんかな。
違うやん、今度。うなぎやん、うなぎ釣れたよ。うなぎやった。ウケる、ウケる。うなぎ見つけたよ。違うじゃん、魚種。釣れた。やったやん。うん、頭見えとった。うん、頭見えとったすごいな。じゃあ、お昼ご飯食べに行こうか。うん、ね、行こう。ということで、場所移動兼昼ご飯を食べに行きたいと思います。で、また、次はね、また違う釣りをまた見せれたらいいかなと思います。とりあえずこんな感じで。はい、これランニングマンみたいなのできる？できる。ちょっとやってみてよ。嫌だ。なんで？ちょっとやってみて。嫌だ。今日も体力残しとかないとダメ。あ、今日の体力？あ、ダンスの練習あるん、今日。うん、そう。で、夜の体力残すために今できないと。うん、そう。おじさん見たかったな。ダメダメ。ダメダメ？うん。よし、じゃあミリー、あそこの、家あるやろ、そこに、そこで競争する、いいよ、行くで。今日も体力残しとかないとダメ。あ、今日の体力位置について、よーい、ドン。おー、おじさんが速いよあー、偉い、あー、偉い、やった、勝った。はい、ということでね、場所移動していきました。おそらくまあ最後の場所になるかなと。で、最後はね、やっぱちょっと大きい魚釣りたいもんな。な、大きい魚ね、釣りたいよね。ちょっと寝とぼけたある感じやね今ちょっと寝とったからね。まあまあ、だけど釣りやっぱり楽しくが一番やでね。まあ最後ちょっとやってみたいと思います。では、レッツラゴー。前前前そうで、1,2 の3やね。1,2 の3、投げろ。投げる？投げていいよ。 OK。 ずーっと落として。そう、ちょっと落として、ストップ。どう？釣れたよほら、ほらね、釣れるっしょ。で、こんな感じね。あっち向いて。じゃあ。来ました。これがライトロックっちゅうやつや。違う、大人連中釣っても一緒や。あかんな、コツコツせんな。あ、巻いて巻いて巻いて、ずーっと巻いて。見てよ、魚一本、見てこう。おら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 、ほら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 、見て、やられやるやられやる。見て、すごい。あ、ほんま、すごいやん。あ、ここにもあるで、こう見て、これ違う、あ、違ったわ。チーグラス、あ、これそうじゃない、これ違う、そう、これそう。うん、やったー。41歳、釣りの合間にシーグラスを拾うね、うん、こういうのもありやね。それ多分ね、ピュッて落としたらそこら辺でも釣れるよ。そんな前投げんでも、ちょびちょびっと投げる。投げた。ほら、どうよ。よかったね。どう、引いた？うん。朝釣ったより大きいもんな。うん、また頑張ろうか、うん、よし、やったぜ。またまた頑張ろう、もうちょっとだ。あ、引っかかった。引っかかった感じやね、話して。取れた。あれ、なんか空気出るの。ほら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 、なんか来た、なんか来た、なんか来た。外れたと思った、なんか来た。やった、でかいや。大きいの釣れたやん。これ何か知ってる？わからん。これガシラってやつ。けど釣れたやん、ワームで。うん、すごいな、見てこ、うん、食いついとる。すごいわ。はい、お疲れ様でした。どうでした？感想は？楽しかった。楽しかった？魚も釣れたしね。ちょっと最初緊張したもんな。うん、ね。お父さんどうやった？ね、子供に釣らすのがこんなに難しいと思わなかったんで。まあまあね。うん、やっぱね、子供にこうずっと続けさすのは難しいよね、やっぱり。難しい。ね。うん、
やっぱり魚が見えんものを相手にするとね、やっぱ相手来るからね。やっぱね、俺らとちょっとちゃうからね。まあだけど今日楽しかったやろ、魚もいっぱい釣れたしね。まあまあそんな感じでね、まあとりあえず今日一日通して、まあ、結構朝からキッスリやったりとかハゼ釣りやったりとかで、まあ、最後ライトロックやったりとか、魚はまあなんとか全部見れたんで、これぞなんかファミリーフィッシングって感じだったね。まあ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 こんな感じでね、この辺で終わりたいと思います。ではではまた次回の動画で。お疲れ様でした。